ようございます。おはようございます。いちかスタイルです。いちかスタイルです。本日は宮崎県高千穂市高千穂町四季見晴る健やかな森キャンプ場に向かっております。今道がとても険しくてですね、こんな感じでございます。合ってんのかなって思うよね。合ってる、ね、今回で2回目だけど、前回もねこんな感じだったと思うね。これは ね上から下ってきたらとんでもないことになります、ね、ちょっと2号はできないね、なんかあれやな、下る人は別のルートから降りるようにナビが指示されるのかな。どうなんだろうね。そのことは関係ないか。そのためにチェックアウト早くしてるのかもしれないね。ああそっか、それはあるかもしれん。チェックインと被らないよ。そうだね。前回は冬の四季見晴だったけど、秋かな。そっかそっか、秋の四季見晴だったので紅葉だったんですよね。今回はもう夏真っ盛りなので、もう青々と茂っている避暑地になるかな、1200m ね、だといいけどね。涼しいといいけどね。2階は灼熱です。今日何度だろうな。35、6度あるんじゃないかな。35、6度。1階と何度ぐらい差があるんだろう。来る時はね、宮崎市、34度だったね。朝の段階で、朝の段階で、またまだ上がるよね。上がるね、あ、そうそう、ご報告、今日はね新幕があります。新幕キャンプです。はい、標高 1200m で過ごしたいと思います。夏の避暑地夏の避暑地キャンプです。はい、はい、本日もよろしくお願いいたします。9番です本日は、タラスブルバの新幕となります。では早速設営に入っていこうと思います。はい、詳しい説明は設営が終わってからいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では開けてみます。ちっちゃいよね。そうだね、今までで一番小さいんじゃない、私たちのテントで、ミニマムキャンプをねこれから先やっていこうと思うのでね、ミニマム遠征キャンプ用に買ってみました、うん、わあ本当に新品だ、紐、そして、色がいいね、いい色です。ペグと、あとガイロープもこの中かな、あ、細いですね、これを使わないようにします。はい、とガイロープ、ボンと二股と一本用の方ですね。
これはボールですね。よいしょ。こっちが多分二股用かな。はい。こっちがワンポール。はい。じゃあ組み立てます。はい、お願いします。二股をどっちにするかね。左。二股がこっちかな。こういう図で立てる？では。ああ、そうだね。うん、左が二股ということで。まあ、そっか。あ、これがあるから。はい。こんな感じ。それが頂点だ。あ、これか。ここだ。うん、ポールフックがついている側の角 A 部分をペグで仮止めします。はい、仮止めです。このゴムって取っていいんだっけ。取っていいと思うんだけど。だよね。組み立てます。はい、ダブルポールを組み立て図のようにクロス、はい、ここでクロスするんですね。はい、吊り下げテープに引っ掛ける。引っ掛けますね。こっちから下から通して。下から、うん、ここから通してここに通す。 BC にあるところを差し込む、うん、その前にロープ引っ掛けないといけないのかな。こうやって。あ、そうだ、ガイロープ、ガイロープですね。うん、たまたガイロープを上から、うん、BC に差し込む。差し込む。差し込みます。カチャ。カチャ。差し込みます。カチャ。うん、いいかな。うん、でポールにポールフックをかけていく。あ、この時点で。うん、はい、かけました。んで、ガイロープをペグダウンっぽい、うん、この段階で、はい、うん、この V が大事なんでしょ、うん、ベンチレーション。はい。もう一箇所あるのかな。もう一箇所あったね。よし。こんなもんか。はい。はい、私たちの本日のテント。はい。ダラスベルバでございます。はい。慣れればいいのかな。これフ、まあ、メッシュです。ね、これ一回上に丸めちゃうか。丸めちゃうか、うん、風で煽られるから、うん、前と後ろが2面メッシュですね。ね、あ、思ったより広いかな、実際見たら。まあカンガルーのね、うん、あのテントに比べたら、うん、まあ中で立てるしね。立て、一応、うん、そうだね、180って書いてあるけど、たるんでるからね。
そうだね、たるんでるね。もうちょっと引っ張ればいいのかな、ちょっとわかんないよな。あ、こいつがある、グロメってあるじゃん、ケイちゃん。うん、あ、本当だ。それで引っ張り方がもうわかんない。そうだね、うん、ここ引っ張ればもうちょっとピン張りできるような気がする。まあ初めてなんでね。ね。まだ容量つかめないんだけど。一応ね、これパップテントらしいですよね。うん、一応形はパップテントだけどね。うんうん、大きめのパップテントって感じかな。大きめのパップだね。うん。一人だったらもう余裕だね、これ。うん、これさ、うん、パップテントなのにメッシュついてるのよくない？うん、これ珍しいんだよね、ね、割とね、うん。じゃあ後ろも開けてメッシュにしちゃいますか？はい。テントを張り終えました。こんな感じにしました。はい、どう？いちかさんは腰を痛めてちょっと今寝転んでます。思ったより広いですね。思ったより広い、うん、今日は小川のグランドシートを引いてみました。ぴったりではないんですが、ちょっとサイズオーバーですが、うん、まあ、ないよりはマシということで引いてます。このポールをね、うん、下敷きにすればいけるはず、うん、そうだね、うん、でも今日そんな気力ないからもうこれでいい、うん、気力がないね、うん、今日はもう強風の上にね、うん、初めてのことをやってるんで、かなり時間かかります、うん、ね、暑いし、うん、今日ね雨降るかどうか分かんないけど、うん、タープがないとちょっと ね、 そうね、山の天気分かんないからさ、うむ、よいしょ、どうなんだ、こう、あ、だだだだ、あ、こう、そういえばこうって置けないんだっけ、立て置いてみるか、出ちゃう、ちょっとどっかな、あ、ギリいけるかな、うん、どうかな、だいぶ長いね、折ればいいよ、折るか、いいんじゃない、うん、うん、こんな感じ、うん、よいしょ、はい、立てにいけるかな、うん、いける、空気注入、うん、いきます、え、絶対少ないよ、うん、もうこれ以上入らないね、キッちゃん、もしかしたら今日はシュラフいらないかもしれないね。うん、まあ今のところね、暑いわ。うん。これでハマってる？脱げちゃうね。ああ、本当だね。取れちゃうね。脱げちゃう。取れちゃう。ねえ。前も取れちゃったっけ？なんか、うん、取れてた、取れてる、かぶせるだけでいいか、うん、ね、うん、これでいいでしょ、ずれないよね、うん、おお、いいんじゃない、もうそれだけで、そうだ、ね、十分よ、これいらないね、うん、はい、ギアをどこまで持ってくるべきか考えているんだけども、うん、はい、やっと設営終わりました、今日はこんな感じのレイアウトになります。割といつもに比べてシンプルにしております。一応テント内に一応寝室も、そしてこちら側が
リビングになっておりまして、一つのテントで完結しております。ちょっとねやっぱり狭さはあるんですけども、まあなんとか、過ごせるくらいはあります。カンガルーのね、インナーテントだと寝るだけだったじゃん、そうですね、そういうの考えると、結構居住空間は広いよね。そうだね、で、今日もマリポサの下に、カホゴ張りをしているんですけども、いつもだったらね、この下に DOD のカンガルーテントをね、持ってくるところが、今日は、パップテント、まさかのダブルベッド2つ置けて、でなおかつ、リビングも設けられたっていうのが結構良かったかな、ね、これは予想外でした。そうだね、そんなにね広くないだろうとは思ってたんだけど、まあまあかな、まあね、まあ、テーブルももうちょっと小さいのすればもうちょっと居住空間広がるしね、そうかもそうかも、はい、はい、設営ね結構手こずってしまったんだけども、まあ、初めてだったからね、あとタープとの兼ね合いもあるし、ちょっとサイトがねいろいろ狭かったり、あと石の部分があったりして、なかなかペグ打ちが手こずったりで時間かかったんですけど、まあなんとかかな。そうですね、まあ、今日は日差しを避けるためにタープも、立てておりますが、そうね、まあ、後々まあミニマムキャンプということで、ね、このテント一つ持ってどっか遠征とかできたらいいなとは思ってるんだけどね、そうだね、これキャノピーも立てられるから、そんな暑い季節でなければ、そうだね、これ一つでいけるかなとは思ってます、この小川のグランドシート310-210がなんとか入ったぐらいのサイズなんで、そうだね、ギリギリ、まあ、そこそこ広いかなという、そうだね、パップテントにしてほんと広いし、広いよね、あと後ろ前メッシュがあるっていうのもまた珍しいかなと思うし、でね、あの紫外線 90%、そうだね、防ぐらしいですね、遮光性もあるし、色もいいよね、なかなかね、じゃあひとまず乾杯しましょうかね、はい、乾杯しましょう、はい、はい、はい、乾杯します。ではまず乾杯しましょう。よっしゃった。今日は、ね、テントがタラスブルバということで、保冷缶ホルダーもタラスブルバです。はい、ちなみに私の T シャツもタラスブルバですと。はい、はい、ありがとうございます。ビールはタラスブルバではありません。キリンです。はい、はい。やっと乾杯しましょうか。やっと乾杯です。4時半。いやー、時間かかったね。かかったね。はい。乾杯。乾杯。お疲れ様。お疲れ様。乾杯。うまいぞ。ああ、もう設営の苦労がチャラやなこれで、ね、さてさて、はい、今回のテーマ、はい、タラスブルバの新幕、ワンサイドフォーク AF シェルターデラックスというテントをね私たち買ったんですけども、はい、なぜこれを購入したかと言いますとですね、はい、6月だったかな、あのタラスブルバのセールがあったんですよ。ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、最大 70% オフでね、はい、もうびっくりですよ、タラスブルバファンの私たちとしてはですね、これはもうなんか買おうと、とりあえずまず公式のねネットショップ見てて、いろいろテントとかもねめっちゃ安くて欲しいなとは思ったんですけど、まあテントね、いっぱいあるしテントを買うつもりは最初なかったんですよね、でもとりあえず店舗に見に行こうということで、イオンの中のね、スポーツオーソリティ行って、いろいろとセールの商品見て回った回って、最初ねいろいろ小物をね買ったんだよね。そう、あのね車の中にね置いてきちゃったんだけど、フックカラビナと、カラビナね、あとウッドデッキ用のフックがあるんですよ。ウッドデッキ用のね、はい、それも購入しました。前からね欲しかったんですよ。そうなので、まあ、安く買いてよかったです、でそしてずっとずっと買いたかった、ずっと欲しかったやつや、ムーミンのシェラカップです、ね、ずっと欲しかったんだよ ね、はい、ね、
本当はねムーミンとフローレンにしようと思ったんだけど、うん、なんかここにねムーミンっていうロゴがね、うんうん、入ってるんですけど、うんうん、これがちょっと可愛くて、うん、こっちはねスナフキンを買いました。スナフキン大好きよ。はい、うん、もう1個はね、うん、ここにロゴはないんですけど、うん、ミーにしました。あいいね、うん、僕はスナフキン、はい、私はミーそんな感じでね、はい、はい、白カップかわいい、そう欲しかったやつ、ね、ずっと欲しかったやつ。これが何割引きやったかな、ちょっと忘れたけど 50% 50%、 うん、うん、これはもう買うでしょうっていうことでね、うん、買いました。はい、でまあ一応ね、まあ、テント見てみようかって見てたんですけど、でっかいツールームとかも 70% オフで、うん、思わず買っちゃおうかどうしようか、でもツールームあるしなみたいなね、うんうんうん、というところで、見てたらこのテントが目に留まって、うん、定価がね 44,900円かな。そうです、割と高いんですよ、うん、この大きさにしてはね。そうなんですよ、うん、それがなんと 70% オフで、うん、まあ、1万3000円ぐらいになってて、うん、1万3000円か、うん、どうしようって思ってた時にこのレジで、うん、その今日までの 10% オフのクーポンがあって、うん、これ今日までですかって聞いたら、あ今日までですよって言って、でのテントにも使いますかって聞いたら、うん、もちろん使いますよって言うので、で計算したらなんと1万2000円台にまで下がって4万4900円が1万2000円ですよ。すごい、このテント1万2000円、そうそうそう、1万2000円1万2000円ぐらいにまで下がったんで、うん、これ買っちゃおうと、はい、ね、まあ、将来的に、うん、ミニマムキャンプ、はい、遠征ミニマムキャンプをちょっと目指してるんで、うん、はい、このテントがもしかしたら使えるんじゃないかっていうことでね、うんうんうん、はい、買ってみました。そうですね、うん、設営にねちょっと手こずってしまったんですけど、うん、まあ最初だからね、慣れたらね、うん、慣れたらまあ、うんうん、いけそうな気がする、いけそう、なんだかいけそうな気がしますね、うんうんうん、それにこれあの旅行用のトランクに入っちゃったんですよ。入っちゃったね、入っちゃったんですよ、ね、だからあのトランク、うん、と、まあまあ、それぞれのリュックとかで、うんうん、なんかいけるかなって、ペグと、うん、ポールとハンマーと、そうだね、テントセットとしてあれ一つ、うん、トランク一つで、うんうん、であのガラガラの方に、うん、まあ、食器とか、うんうん、まあ、調理器具とか入れて、うん、2人でガラガラ引いて、うん、リュック2つ持って、うん、あ、そうそう、リュックもタラスブルバなんですよ。あ、そうだね、はい、結構もう前からずっと使ってるリュックなんですけど、ね、うん、旅行にね必ず使ってる、そうだね、うん、そう、あ、はい、それもそうだね、あ、そう、あ、これもセールで買ったんですよ、これタラスブルバ CB 缶ケース、タラスブルバこれも買いました。これ確か500円ぐらい、まあマジ、うん、そうそう、あとね、あの OD 缶用も買ってます。かっこいいね、うん、OD 缶用今日は置いてきましたけど、 OD 缶ね500円、うん、うん、いいじゃんね、いいよね、うん、まあそんなこんなで、はい、はい、というかで、え、今日ということで、ね、今日は激安テントのご紹介でした、うん、はい、激安テントで今日はキャンプしてきます。はい、ここはね、シキミバル、うん、健やかの森、健やかの森キャンプ場という、うん、1200メートル標高1200メートルのキャンプ場でございます、はい、うん、まあ、比較的涼しい、うん、ね、今23度まで下がったけど、はい、まあ、昼間は、ね、暑かったね、まあ、動いてるから ね、まあ、ね、冬でもさ、うん、設営って暑いじゃん、まあね、うん、まあ、本当下界よりは全然マシで涼しいですね、うん、はい、うん、ということで、この景色込みのキャンプは次回にお送りいたします、うんうん、はい、絶景ですのでね、はい、はい、お楽しみにしてください、はい、それでは、キャンプ動画、車中泊動画たくさん上げてますので、はい、遡っていただけるとありがたいです。はい、この動画が気に入ったら、高評価コメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。いちかスタイルでした。ペコリー。いい。
れてきたな、これもな、うん、うん、そうだね、うん、もうね、これ両側がね、メッシュなんですよ、うん、で、うん、通路側の方もね、タープをちょっと下げて目隠ししました、うんうんうん、なので今日はね、こちら側をメッシュ開けっぱなしにして寝ようかなと、ね、こっちはね、多分閉めるかな、うんうん、まあでも雨が降っても大丈夫だね、うん、だからね、まあ頑張ってマリポサと一緒に設営してよかったかなって思います、うん、ね、頑張った甲斐がありますね、はい、はい、ということで次回です、はい、バイバイ、さよなら。